カラバオカップベスト16の試合です。福西さん、両チームのベスト8をかけた戦いが始まります。いい顔ぶれが出揃っていますから、ここから厳しい戦いになりそうですね。こちらがアーセナルの先発メンバーです。 4-4-2 のフォーメーションで行くようです。4バックの前にホールディングミッドフィルダーを置いています。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日は一般的な 5-3-2 です。ロングボールの精度がポイントになりますね。Thank you for attending the Emirates Stadium. Enjoy the match.カラバオカップのベスト16、前半開始です。この試合でベスト8が決まります。ここは前半からうまく試合に入っていきたいですね。中の選手にクロスを入れた。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。ボールを入れた。前に出しました。サイドコーナーです。ボールを入れました。危ない場面でした。はい、今のは危険でしたね。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。ドーソン。アーセナルですが、今日は勝ち点3を取りたいでしょうね。託した相手ですからね。ただ簡単ではないですよ。抜けてきた。素晴らしい動き。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。ウェルベック。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ここからどうする。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから、無理に打たない方が良かったかもしれません。ドーソン。リードを奪いたい。キーパーが止めた。ここは大きくクリア。チャンスでした。決めに来た。キーパーがキャッチしました。アーセナルに流れが来ていることをサポーターも感じ取っているようですね。得点への期待が高まってきています。モハメド・エルネニー。ダニー・ウェルベック前に出しましたが、気を抜けません。ちょっと慌てましたか。レフェリーがフリーキックを指示しています。ボールを失いました。このパスはダメでした。通りません。危険な位置です。緊張感が増してきます。ちょっと消極的なパス回しです。前方に運びました。プレスを受けます。ジャカ。ダニー・ウェルベック。
いいタックルでしたがスローインになりました。アーセナルのスローイン、モハメド・エルネニー。ジャカ、ジャカ、遠目から思い切って狙いましたがわずかに外れました。強烈なシュートでした。この選手なら十分に狙える距離なんですね。バーネット、ボールを奪ったのはアーセナル。ウェルベック、つまらないミスでボールを失いました。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。ここはサポートがあります。中央にクロスが上がった。ここはオスティナが見事に止めました。ディフェンスを置き去りにした。バーで跳ね返った。ここはしっかりクリアされました。シュートが枠に嫌われました。しかしこういうチャンスを生み出していければいずれ勝ち越し点が生まれそうですね。クロスを中央に入れた。ああ、クロスの精度が足りなかったようです。ドーソン、ボールを奪いました。さあどう、素晴らしいボールです。シュート、キーパーファインセーブ。これを止めますか。モハメド・エルネニー。前半終了して、で、後半が始まりました。未だ空は雨模様です。だいぶ水を含んだピッチ状態ですね。細かくつなぐのは難しいかもしれません。見事なスルーパス、しっかりついてクロスをブロック。うまくタックルでボールを奪いましたが相手ボールのスローインです。前に出しました。これはいけません。あっさりとパスカット。この選手ですが前半はまずまずのパフォーマンスだったでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。うまく読んだインターセプト、スペースに見事なスルーパス。ここは枠を捉えきれません。アーセナルのフリーキックになります。高い位置からプレスをかけます。ボールを取った。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。イエローが出ました。少し抗議していますね。気は抜けない展開です。
ボールはサイドの選手へ。ディフェンスボールを奪います。このシュートはどうだ。なんとか勝ち越し点を奪おうとしましたが、ここは入りません。リプレイをご覧ください。主審が近くで見ていましたからね。カードには気をつけたいところです。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ドーソン、ここは大きなカットです。いい読みでしたね。コーナーキックの判定です。こんなことを言うと怒られそうですが、格上相手の試合ではこういうチャンスはなかなか巡ってきませんよね。サポーターもこの試合で初めて盛り上がっているんじゃないでしょうか。このパスはカットされました。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。止めたが抑えられない。さあどうなる。笛が吹かれました。オフサイドです。ドーソン、パスコースにはディフェンスがいます。ちょっと長すぎたか。これは見事なパスカットです。デニス・スアレス、内側に切り込みます。デニス・スアレス、ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。アーセナル選手交代です。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。このパスはまっすぐ相手に渡ります。試合は現在0対0。残り時間もわずかとなり、そろそろチームの次の試合が気になりますね。アーセナルの次の対戦相手はリバプールですね。今日これ1点リードにできるか。入りました。この時間に勝ち越しゴール、ほぼ決勝ゴールと言ってもいいでしょう。試合終盤まで勝利への執念を持ち続けていたことが功を奏しましたね。あと少し集中を切らさなければ勝利です。アーセナル、やはりここでは波乱は起こりません。これが強豪という戦い方です。入れば同点となります。このシュートは決まりません。もったいないですね。時間的にもう一度今のようなチャンスを作るのは厳しくなってきました。とにかく早く攻めないといけません。注目のラムゼーです。アーセナル仕掛けてきますか。中央にクロス、ボールを大きく押し出します。ものすごい声援です。サポーターが声を上げます。ここがポイントだと分かっていますね。ねえ、 PK です。PK、 これは同点のチャンス。ここまで粘り強く守っていたんですけどね、最後に緊張が切れてしまいましたか。ゴール。
PK をきっちりと決めました。大事な1点ですよ。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ラムゼ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。見事なインターセプト。延長戦後半もここで終了です。キーパーがセーブ。素晴らしいプレーです。キーパーストップ。読みが冴えてますね。キーパーセーブしました。この PK 失敗は痛いですね。オスピナのビッグセーブ。プレッシャーがキッカーにかかります。もし決めれば勝利です。ミス。 PK 失敗です。ここは決めておきたかったですね。プレッシャーがかかる PK になりました。外した瞬間にチームの背中央を狙いました。読み勝ちですね。入れば勝利が決定します。プレッシャーがかかりますね。フルタイムを戦い終え、このラウンドの勝敗の行方は PK 戦にまでもつれ込みましたが、このシュートを決めて見事にクラブは勝利しました。危ない場面もあった試合でしたが、これでようやく次のラウンドに進めますね。落ち着いて蹴りました。キーパーの動きをよく見ていましたね。この角度からも見ましょう。試合が終了しました。福西さん、PK